他球団への見本市の効果は出るのか。2023年は阪神の首位独走が目立ったセリーグ。中でも巨人は球団史上2度目の2年連続 B クラス、3連覇を狙ったヤクルトは5位に低迷しました。2024年打倒阪神に燃える巨人とヤクルトは若手の底上げや戦力補強に邁進しており、そこで出てきたのが双方の間での大型トレードの噂です。巨人はある選手を2023年シーズントレード要員として一軍で起用して他球団に根踏みさせていたと噂されました。王座を奪還したい巨人とヤクルトで大型電撃トレードがあるかもしれません。巨人の課題。2023年の巨人は球団史上2度目の2年連続 B クラスに低迷し、前兼監督だった原辰徳が監督を辞任に追い込まれました。チーム打率2割5分2厘並びに164本塁打はリーグ1位と大健闘だった一方、投手陣崩壊が低迷の理由と言われています。チーム防御率 3.39 はリーグ5位、中継ぎ防御率においては 3.81 でリーグワーストを記録。抑えの大勢につなぐまでの中継ぎを構築できず、一時期はことごとく8回に失点し、魔の8回と揶揄されたほどです。実際にスーパーカートリオのうちの一人である高木豊も巨人の投手陣について、なんといっても8回に苦しんだ。投手陣はいろいろと整備が必要とリリーフ陣の課題を指摘していました。そのため巨人の王座奪還に向けては中継ぎを中心とした投手力の強化が不可欠です。2023年のドラフトでは中央大学から西舘雄飛、本田鈴鹿から森田俊也、日本生命から又木哲平と大学生社会人の即戦力投手を指名しています。また秋季キャンプでは新任の杉内俊也コーチと内海哲也コーチのコンビが鬼教官と化して若手の底上げに尽力しました。投手力強化に向けて底上げだけでなく戦力補強も積極的に行っています。2022年に打率2割7分1厘23本塁打を記録したアダム・ウォーカーを放出して、ソフトバンクから高橋礼と泉圭介の2投手を獲得しました。下手投げの高橋には指揮官である阿部慎之助監督も現役時代に苦しめられたこともあり、高橋に対して2019年の日本シリーズの時に俺に投げた感じでいいんじゃない、抑えられたからと話したほどのお墨付きです。一方の泉は2022年までの3年間で101試合に登板し、中継ぎとしての経験は豊富であり、長身から投げ下ろす直球に加え、フォークを武器に戦力として期待がかかっています。巨人の投手陣補強はとどまることを知らず、オリックスからは金銭トレードで近藤大輔を獲得しました。近藤は2023年終了時点で通算204試合に登板して204回3分の2を投げて防御率 3.17 と実績十分です。ストレートを武器に投球回を上回る229奪三振を記録しており、中継ぎとしての活躍が期待されています。さらに2022年から始まった現役ドラフトでは阪神から馬場康介を獲得しました。巨人やメジャーリーグなどでも活躍した高橋尚成は馬場について、ストレート系の回転数が多い、スピンが効いている、三振も取れるのでブルペンにいて助かる存在と高く評価。吉村貞明編成本部長も、現場も編成スタッフも馬場選手には注目していた。一番獲得したい選手が現役ドラフトで獲得できた。さらなる環境も変わって力になってくれると期待を込めています。ヤクルトの課題。2023年に3連覇を目指して戦ったヤクルトは最下位と勝率一厘差の5位に低迷。チーム打率2割3分9厘はリーグ5位、チーム防御率 3.66 はリーグワーストを記録します。優勝した2022年のチーム打率2割5分はリーグ3位、チーム防御率 3.52 はリーグ4位でした。ヤクルトも巨人と同じく投手陣の課題はありますが、2021年、2022年と打線が投手陣をカバーして優勝にこぎつけています。
ヤクルトの本拠地が本塁打の出やすい神宮であることも踏まえると、打線の復活がヤクルト上昇の鍵になりそうです。ヤクルトの黄金期1990年代に1番バッターとして活躍した飯田哲也は、打順とかスタメンを見ていても高津監督は苦労しているなと感じます。特に 1,2 番を固定できていませんとコメントしました。そして幸いヤクルトはホセオスナ、ドミンゴサンタナといった外国人打者が他球団に比べて安定した成績を残しています。また捕手の中村悠平は WBC で世界一を経験してリードに自信を持っているように感じますと分析。飯田の話すヤクルトの 1,2 番は優勝した2021年、2022年と外野手が担ってきました。つまりヤクルトの課題の一つに外野手が挙げられます。ライトを守るサンタナは136試合に出場して打率3割18本塁打と安定的な成績を残しましたが、2023年はレフトとセンターに苦戦。実際に優勝した年は1番センターに塩見泰隆が固定されていました。しかし塩見は2023年に故障で3度も離脱し、51試合の出場に終わりました。塩見の離脱中には並木秀隆が82試合に出場して打率2割4分2厘チームトップの15盗塁をマークしましたが、他球団のリードオフマンには及びません。そして主にレフトを守ったのが日米通算2703安打を誇り、日本のみで通算2000安打に向けて残り71安打と迫っている青木宣親ですが、1年間フルで起用するには限界です。他にも外野手として山崎幸太郎や丸山和也、浜田大輝らが在籍していますが、レギュラーに固定するには物足りなさがあります。そして足りない外野手を補うため、ヤクルトは楽天を戦力外となった西川遥輝を獲得しました。過去に4度の盗塁王を獲得するなど実績のある西川の加入に藁にもすがる思いです。2024年就任5年目を迎える高津慎吾監督は、2023年11月に行われた秋季キャンプの最終日に、若手はもっともっとというところが足りなかったような気がしますねとコメント。続けて、正直西川選手のレベルに達しているのかなというふうには思いますけどね。そこの差ってなかなか今回のキャンプで簡単ではないですけどね。埋まってはないんじゃないかなと思いますね。 1,2 軍の壁だったりレギュラーの壁だったりとぼやいていました。さらに12月には外野のレギュラーについて、塩見やサンタナが元気であればもう一つしか枠がなくて、いろいろな人がその一枠を争うのはすごく楽しみ、こういうのを求めていたというか、個人がレベルアップしてチーム力がついてくると思っているとアピール合戦でなんとか野手の底上げを狙っています。トレード予想。投手が欲しい巨人と外野手が欲しいヤクルト、両軍の間で巨人の松原聖也、ヤクルトの原樹里のトレードがあり得るのではないでしょうか。実際に巨人の松原は伸び悩み、トレード要因となりつつあると言われています。とある球界関係者は松原について、2023年4月22日に一軍登録されて5月8日に抹消される間、たったの6打席しか立たせてもらえず、故障もしていないのに2軍生活が続いていたと意味深な発言。さらに6月4日には2軍で打率2割3分8厘ながら突然昇格を言い渡された、他球団への見本市の可能性があるともっぱらですとコメントを残しています。松原は2021年に135試合に出場し、球団の育成出身選手として初めて規定打席に到達。打率2割7分4厘、12本塁打、15盗塁をマークしました。さらには球団歴代2位タイの27試合連続安打の記録を樹立。松原の活躍を評価して、球団は当時松原に背番号9を与えたほどです。しかし一転して2022年以降は大不振に陥り、出場機会が激減。首脳陣から多大な期待をかけられ、様々なアドバイスを受けるにつれて不振に陥りました。スポーツ紙デスクは松原について、
近年焦りから荒さが目立つようになっています。2023年はファームでも打率2割3分9厘と低調。巨人の外野陣はダブついていて、松原がそこに割って入るのは難しい状況に追い込まれていますと分析。一方で高い身体能力で肩や足は一級品です。放送外や戦力外の危機に陥っていますが、他球団の評価は高く移籍する可能性はありますと評価しています。年商1億円 YouTuber としてもおなじみの里崎智也も、松原はチームじゃチャンスはないから、それだったら他に出してあげてチャンスをあげた方がいいとコメントしていました。一方、ヤクルトの原は2022年自己最多の8勝を挙げましたが、2023年は怪我の影響もあって入団以来初めて1軍登板なしに終わります。2軍でも17試合に登板、うち13試合に先発して QS はわずか1回、防御率 5.19 と苦しみました。それでも松岡健一二軍投手コーチは、ジュリは今の自分ができることに対しての考え方が頭の中で整理できつつあると思います。ここまで苦しんできましたが、今の自分をどう受け止め、どう変化すればいいのかということを理解できるようになりましたと評価しています。また巨人の投手陣についても言及していた高木は、2023年登板なしに終わった原の移籍からの再起を願っていました。原自身も、2024年は勝負の年になるので、しっかり勝てるようにやっていきたいと意気込み十分です。 B クラスからの巻き返しを狙う巨人とヤクルトの今後の動きに注目しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると、明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。